はいどうも竹谷です。ということで今回はスマブラのね SP をねやっていくというか、俺ね結構いいプレイが出たら割とねこう保存する癖があるっちゃ、あ今のいいわみたいな。でまあそのうちのねリプレイいろんなやつがねあるけん、それをねちょっと見ながら自分のプレイを褒めていくっていう自分をよくできたねよくできたねっていう褒めちぎる回です。じゃあまずはねこちらのなんか緑のドンキーとこれ見ていこうか。はいはいドンキーさん、ここ何でも今んとこ結構順調になんかお互いいい感じで戦ってるなっていう印象ね。俺がちなみにこのあの黄色のサムスをいつも使ってる。こいつがねあのスマメイトってやつのあの世界戦闘力で82位まで最高だったかな、うん、日本で、ね、多分日本だと思う。めちゃめちゃ競ってる、競ってしかないけどね。おお上手メテオ、今のが一番いいとこかなワンちゃん。おお上手やん、2連続メテオでした。気持ちいいっちゃねこのメテオがね。じゃあね次これ見てみようか。多分俺がねインクリング使ってる、これ俺がインクリングを使ってる試合。俺がインクリングよねこれね、赤だけん俺がインクリング。いつも俺インクリング使うときはこの緑の方使ってるね。いいよ、おわ上手、いいよ、おわ。これあの空中のジャンプをね大体のキャラってこう2回できるんやけど、それをこう潰して帰ってこれんくみたいな。あ上手やん、いいよ、またやもや帰ってこれんっていうね。コスパのいい試合やねこれ、ちょっと決まるんじゃない。すごい多分ハマってたやろね俺の中でこの試合は。ああもうすごいもん、負ける気がせんかったやろこれきっと。わあもう勝ちやん確定。あこれは気持ちいいねさすがに。で今サムスインクリングで俺結構ねこういろいろ使うキャラがおるっちゃけど、俺がドクターマリオ使った試合かな、見てみましょう。さあヤングリンクとの試合ねこれね。割とね相手がね、おお上手上手よ、まあ順当にコンボ決めてっていいじゃん。おーいい立ち上がるやんこれ、もう圧倒してるやん完全に。あそおおおお避けていく、何かこう見せプレー的な。おお決め鮮やかにね。おわもう投げ、これ投げが強いちゃう、後ろ投げが。これの対面ってこうどっちが有利な。おおメテを決めていくびっくり、急に決まるんやね最後にバチンと決めるみたいな。この試合はまあ取りたくなるわ。はい続きまして、これかな、これは良さげじゃない。俺あと結構使うのは俺の中で唯一使えるイケメンキャラのロイってキャラがおるんやけど、そう多分これは俺ロイ使ってる試合かな。うん、取っても一撃で試合ひっくり返せる。言って敵もそういうキャラなんだ、クーパーね。クーパーも強いけんね。おおカウンター、カウンター強いよな、一撃でこの。いいよ、読みすぎたかな。わーガチガチ食らってきやん、なんだか負けそう。いけんのかこれ。うわーうまい、あこれで勝ちか。あいいね、全部メテオじゃね俺いいなって思った。いいやオッケー、じゃあ最後にねちょっともう一回ね、これ一番新しいやつやねこれ、
あ、もう誕生日の次の日やね俺の。割と最近に多分いいプレーが飛び出してる。でこれ見ようか次は。これ最後かな。やっぱねこうサムスで始まりサムスで締めくくる、やっぱいいね試合を見ていこうと。インクリング対面は割と俺ねサムスはね有利だと思ってる。あんま負けんこの試合は。あーもう順調やね。まあまあ相手も上手。あー変わり方がいいね上手よ竹谷くん。いい変わり方してるわ。ここはねしっかり上から入って、このねローラーに当たると結構きつい。あーちょっとどうした。うまい。相手の帰り読みのねメティオをちゃんと決めていく。結構俺得意だよねあのメテを当てるのは。全然普通な感じやけど。うん、あーうまいうまいね今のは。ちゃんと帰り際にね。はい、というわけで今回はねあのスマブラのね俺のただ単に自分のいいプレーをただ見て褒めるというあのねスマブラってね調子悪い時あるじゃん意外と。今がそう、この時期にやっぱこういうのをちょっと撮ることによって、あこういううまいプレーもたくさんできるんだな、まだまだやれるなっていう、ちょっとこういうあの自分のメンタルをねこう整えるための今日動画だったので、たくやはたくさんいいプレーしてるね、いいねいいねと思った方はぜひあのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あの普通のね対戦動画とかもこれからもたくさん出していくので、ぜひ楽しみにしててください。というわけでタケでした。バイバイ。